こんにちは。まあ麻生財務大臣ばかりでね、祭り上げてもしょうがないんで、今日はですね、麻生財務大臣すら頭が上がらない、あの麻生財務大臣すらもうへいこらしているというね、財務省の矢野主計局長のことをちょっとお話ししようかと思います。まあこの矢野主計局長って方はですね、まあ今画面に出てると思いますけども、まあこの人がね、財務省の権限を持ってるんですよ。で、菅総理が総理として就任した時に早速メール打ってるんですよ。もうね、国に、国民にお金配るのやめましょうと、財政健全化ですよと、プライマリーバランスですよと、まあ古い慣習に従ってここまで上り詰めてきた人ですから、まあね、財政出動が何ですかね、国債発行の記録に過ぎないってことを今更認められないんですよね。ずっと一生懸命やってきて、緊縮財政やってきて、ここまで上り詰めましたから、じゃああんたのキャリア何だったのってことになりますから、このまんま退官の時までね、自分のやってきたことが間違いなかったんだということを押し通すために、麻生財務大臣にも睨みを利かして、時には弱みを握って、総理にもね、内閣にも金を出させないようにしてるわけですよ。要するに日本国民が苦しんでいる、お金に困っている、こういう危機の時代にね、飲食店の限られた要請を出してるよって菅総理言いますけども、結局飲食店にそういう要請出すと、飲食店を目当てに外出する人が減ると、それに付随した交通ですとかね、それから近くの雑貨店とか、そういうのも完全に売れなくなるわけじゃないですか。で、外出しなくなるとなると、飲食店っていうのはやっぱりね、誰かと会うために飲食店行くわけですから、服も売れなくなっちゃいますよね。だから全業種に打撃があるわけですよ。で、私など IT やってますからダイレクトに感じるんですけども、飲食店にコンサルに入ってる方とか、飲食店のチラシを作ってる方とか、飲食店のレイアウトを考える方、飲食店のメニューを考える方、飲食店に納品する方となると、裾野は莫大広くって、飲食店1個をね、こうなんですかね、休業要請するだけでほとんどあらゆる業種を潰すことができるんですよ。当然ですけども、飲食店が入っているテナント、不動産、これも急落しますよね。飲食店の設備投資、これも行われなくなります。だから飲食店を営業停止にすると、今みたいな状態にすると、あらゆる業種が、面食らうわけですよね。で、全体的にダメージ食らって、そしてお金を貸すところだけが儲かるということなんですよね。お金を貸して延命するということをそそのかして、ね、菅総理も言ってますけども、困った方には借金がありますと、借金をしてくださいと、もしくは生活保護ですと。菅総理が言うのはこの2択、借金をするか生活保護に入るか、要するに行く先はどっちも地獄なわけですよ、ね。で、それを根っこを突っかえてるのが矢野死刑局長というね、ことなんですよね。だから麻生財務大臣ね、威張ってる割にはこの人に何も言えないんですよ。ぐすっとも言えないんですよ。で、なんか協力金っていうのが一部ありましたよね。いろんな名目でお金が払われる中で協力金とかありますよね。で、協力金はまずはすることを決めた後で事後報告したんですよ、財務省に。やっちゃいましたよって、さあ、しぶしぶ言いながらも出すしかないって形になります。だからこういうふうにリーダーシップを発揮してね、どんどん出せばいいわけなんですよ。どんどん出して財務省に権限、指示を出すのは誰かってことなんですよ。財務省が国を仕切ってるわけではないですからね。私たち国民が選んだ代表たる、総理、そして与党、こういったものがどんどんお金を発行することを主導していって、それに従うのが財務省ということですよ。ところがね、ここで妙な噂が入ってきました。これは裏付けは全くありませんので、ただ私がベラベラ言うだけになりますけども、財務省にはすでに日本人ではない国の将来日本を自治州とするべき、虎視眈々と狙ってきたある国の陰謀があるそうなんですよ。で、矢野主計局長をね、いわゆる飴と鞭、要するに甘い汁を吸わして、そして片方で脅しをかけて意のままに操って、ひいては麻生財務大臣もそのように操ってですね、もうね、根っこを掴んでるわけですよ。要するに親戚縁者の命をどうこうとかね、いうことを聞いたら特定の保護をするよとかね、こういうことをちらつかして動かしているんではないかということがあります。なぜならこのまま日本の緊縮財政がつながると、続くと GDP は当然増えませんよね。で、 GDP の 1% ぐらいが軍事費、防衛費に充てられる我が国としては、圧倒的に国防の能力がなくなるわけですよ。プラスですね、少子高齢化を加速させたのはまさにこの緊縮財政、デフレスパイラルですよ。で、将来10年後20年後に例えば自衛官、警察官、消防隊員になる絶対数は少ないです。一体誰がこの国を守るんでしょうかね。
もうすでに傭兵を雇わなければやっていけないような状態になってるんじゃないですか。で、これも全てそのある国の陰謀の通りなんですよ。結局ですね、日本という国は島国ですから、他の国から人口が流入してくることはないんで、日本人の出生率を止めればね、それで OK なんですよ。で、ある国っていうのは別のある国に対して、まあ人工的なね、中絶手術とか民族の根絶やしっていう暴力的な方法を取ってきてますけども、ただ日本に対しては結果は同じだけども、経済的に絞ることによって、いわゆるジェノサイドを成功させてるんですよね。恋愛をしない、結婚をしない、出産をしない、そういうふうな流れを作るためにはお金に困らせればいいわけですよ。借金付けにして、そんな余裕がないよと、そんなこと考えられないよっていうふうな国民にすればいいわけですよね。ちょっと恐ろしい予測になりましたけども、これは私の妄想だと思ってください。だから信じるか信じないかはもうあなた次第でございます。自然現象としてこうなって、そしてね、プライムエバレンスの黒字化がもしかしたら正しいのかもしれない、いろんな考えがあります。ただあなたの暮らしはどうですか？あなたの暮らしは苦しいんじゃないですか？なんで苦しいんですか？お金がないからですよね。お金はなんでないんでしょうか？私たちは働きが足りないからでしょうか？いや、でも働こうとしてもどこにその働く場所があるんですか？ということですよね。なぜ働く場所がないのか、ね、それは雇わなくてもいいような、そういうふうなね、国ができてしまったからなんですよ。それはある意味いいのかもしれませんけども、ただですね、中堅層以下の国民が経済的な活力を失うとどうなるでしょうか。本当にこの二極が進んだ挙句、所得の低い人はお金もない、自由度もない、情報もない、人ともつながれない、どうなっちゃうか、消えていくんですよね。そして日本にいると言われている富裕層、決して多くはないですけども、それでも 1% ぐらいの人がですね、1億円以上の金融資産を持っているというふうに聞いたことがあります。となると 1% 以外の 99% の人口がいなくなっても 1% の人が困らないというね、そういう形を作っているのかなと思うんですね。ということで、所得の低い人、生活に苦しんでいる人から順番に見放していって、この国をエリートだけの国にしようと。そしてそのエリートの国はとある仕込みの長かった国と手を取り合ってね、日本を自治州にするという恐ろしい計画が完成するということなのかもしれませんけども、分かりません。どうなっちゃうんでしょうか。そして今ね、日本ではお金がないこと、生活が満たされないことによるモラルハザードがむちゃくちゃ起きかけています。5年後10年後もっとひどくなるでしょう。要するに普通の人が犯罪に手を染めなければやっていけなくなるということなんですよ。そしてみんながやりだすと、もうすでに治安は維持できなくなります。その後はやったもん勝ちになりますよね。まるで毛沢東さんのね、過去やったなんとか計画みたいなやつですね。怖いですね、普通の若者が隣人に対して暴行、暴虐、略奪、殺害、こういうのをやってきたと、そんな歴史があったみたいですよ。わずか70年前です。どういうことなんでしょうかね、この世の中。いやー、そのね、先端を切ってるのがこの矢野主計局長だとは思いたくも言いたくもないですけども、あとはどう想像するか、どう想像するかですね。人それぞれですかね。以上です。さよなら。